これより新たな時代の食と健康シンポジウムを開催いたします。まずは第1部基調講演を開始いたします。このシンポジウムは令和の時代を迎え、食を通じた健康な社会の実現に向け貢献していくため、新たな時代にふさわしい食と健康の在り方について、科学的知見や先進的な取り組みを通じて考えることを目的に開催いたします。司会は私、神奈川悦子が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は第1部といたしまして、食と健康に関する最先端の知見について3名の有識者の皆様から基調講演をいただき、その後第2部といたしまして、食と健康に関する有識者実践者の皆様にパネルディスカッションを行っていただきます。まず最初にご講演いただくのは、メディカルライス協会理事長渡辺翔様でございます。渡辺様は国立がんセンター研究所疫学部長の時、がん情報センター設立に取り組まれ、国立健康栄養研究所理事長、公益社団法人生命科学振興会理事長を歴任されていらっしゃいます。それでは渡辺様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、いろいろ考えて4つのことをしっかりお話ししたいと思います。一つには高齢化社会を迎えて、それから玄米食の健康効果、それから腎機能低下をどうやれば抑えれるのか、それから最後にメディカルライス協会は何を目指しているのかということをお話ししたいと思います。私は2018年からアジア太平洋臨床栄養学会の会長をしておりますが、会長になった時にですね、4つのことをやりたいと話しました。一つは肥満糖尿病の予防でありますし、二つ目は老人の健康、三つ目が子どもの飢餓と給食、四つ目が安定した食料供給ということになります。それでロヒンギャのこちらの人のことも大変なんですが、高齢化についてはですね、こう労働人口というので見ていきますと、日本は世界にこう先駆けてどんどん高齢化が進んでいると。それでそこからだいたい20年後を追って、タイとか中国とか、ベトナムとかインドがついてきておりまして、もう世界的に高齢化問題は非常に、大きな問題であります。それからもう一つはですね、こうアジア地域の、肥満者とか糖尿病というのが非常に大きな、スケールになっておりまして、800年周期で西洋文明から東洋文明に変わると言われておりますが、まさにその岐路にあるのではないかと。それで私は食育基本法ができた時に、たまたま国立栄養研究所におりまして、民間委員として入りました。それで食育で何をやるのかということでありますが、やはりこの子どもをしっかり育てないといけないと。それから老人も、結局地域社会に戻ってきて、介護を要するということで、このラインの下のですね、非生産人口というのはどうもとかく、お荷物みたいに考えられることがあるんですが、そうではなくて、しっかりした勤労者を育てるための投資と、考えていただきたいということを、お願いしたわけであります。それでどういうところでですね、それが実行できるのかと。厚労省は、2025年までにですね、在宅患者を18万人病院ベッドから、在宅に回したいと考えておりますが、現状ではですね、在宅患者も、戻ってきても自分はどこに行けばいいかわからないと。周りに整体とか漢方とか、あんまとかいろいろ医療施設があってもですね、どこが最適かということがわからないと。でそれをこのベテランさんとかコーディネーターという人たちが、この在宅患者を中心にこういった施設をですね、ネットワークでつなげるようにする必要があるのではないか。そうしますと安全安心な地域力がアップすることになると思います。それでやはりこの地域地域にですね、拠点が必要でありまして、私たちは小学校の空き教室とか
あるいはお寺なんかもですね、空いてるところがかなりあるわけですから、そういうところを元気な高齢者も子どもも集まれるような地域のコアみたいにしていくといいのではないかと。それで、その際にですね、社会環境の整備、前の演者の方もいろいろ話になっておりましたが、本人が何を食べていいのかということがわからないと、なかなか効率よく進まないと。それで、こう食事っていうのを中心に考えましても、この食品産業、農業、漁業が生産者側とありますし、またこの調理して提供する方もレストランメニューとかホテル、コンビニ、レトルト食品、弁当、いろいろあります。それから消費者とか、患者さんもですね、食べるわけですが、共通した食品機能表示がないと、それぞれの思いがきちっと溶け合いません。それで私たちはこの単位性を取り入れまして、80キロカロリーを1単位として数えていくとですね、非常に本人たちも分かりやすいということを提案しております。それで現在の食事設置基準はですね、栄養素を書きなさいということで、エネルギーとか炭水化物、脂肪、いろいろビタミン、ミネラルも書けということになっておりますが、これいくらですね、科学的根拠があっても食べる人に伝わらないんですね。それで一般の人は、もうそんな細かく言われるのは余計なお世話だと。自分はとにかくおいしいものを食べたいと。これは太った人でも、みんな共通しております。ですからこの栄養学を、普及させるためにはですね、この事実だけでいいわけではないと。やはりツールが必要ということでありまして、私たちはこういう機能表示でですね、単位数で80ですから、これ640キロカロリー、それから4食あればですね、タンパク、糖質、脂質、それから抗酸化が、全部基準量が取れますよとっていうマークを作るといいのではないかというふうに考えました。それでそうしましたら、アメリカの NIH からですね、栄養環境をやってる人がやってきまして、それは確かにいい案だと。トレイの上に4つの色を変えて生命保険会社で、やったけれども効果があったって話しましたら、次の年にですね、マイプレートっていうのが出てきましたが、確かに4色で、それぞれのところに取れば大体の栄養はいいんだと。もう大雑把にですね、食品でもってこう健康をコントロールするということをアメリカは出してきました。WHO も食品でもって、食べる量を決めましょうって言ってるんですが、どうも日本はね、栄養素の量でもって献立作りましょうっていうのがちょっと先行しているように思います。食品成分表だけをもとに栄養を作ってもいかにダメかというのはですね、例えば調理が非常に大きな影響を持ってまして、ナスですと、煮物にしたら 0.5 単位、天ぷらにしたら3単位で6倍もの差があると。から鮭もですね、一切れ、ホイル焼きにすると 1.7 単位ですが、フライにすると4単位にもなって2倍以上の開きがあると。ですから調理法にもっと配慮しないといけないと。それで私は医療界ほぼ60年間その中で生きてきましたが、この医療秘蔵で考えることがあるわけですね。大方のお医者さんはあんまり医療費のことは収入としてしか考えてないと。支出のことはあんまり考えてないわけでありまして、私はこうなんで医療費がこんなにお金がかかるのかっていうのを考えますと、やはりこの未病の状態のところにかなり治療が行われていると。それからもう治療が及ばなくなった患者さんに対しても、もう看取りとか介護とかでリハビリとかですね、ここ適切に患者さんを渡さなくてとことん治療で治そうと思うと、そういうところが問題だと思ったわけであります。ですから今の医療はとにかく社会復帰を一生懸命目指しているのですが、ここのところが非常に、お金がかかっていると。それで今日信川先生いらっしゃってますが、三次予防だけではなくて、一次予防、二次予防をこのシームレスにですね、うまく組み立てる必要があると。健康長寿を目指す、それから地位未病を目指す、それから社会復帰を目指すということになります。
それで、まあ、健康長寿と医療費削減のキーとなるのに、私たちは山田星モデルというのを、提案しておりますが、山というのはですね、この一番左 の、 食と心と体でスピリチュアルな生活を目指す、スピリチュアルな生活を目指すというのがミソであります。それから真ん中 の、 未病を治すというのはですね、未病を定義しないとわからないと。それで右上の未病はですね、検査値異常はあるけれども症状は全くないと。メタボで血圧は高い、血糖は高いけれどもとても元気っていう人がいっぱいいます。それから左下の未病はですね、うつ気味で自分は死にそうだとか、不眠症でやはり死にそうだって言いながらも検査をするとどこにも異常が見つからないということになります。それから実際の病気のようになってもですね、薬とか手術とか、放射線量とかそういうものばっかりではなくて、私の方から見ると現代医療の枠にはないけれども補完代替医療を、やってほしいということもありますし、それからもう余計な医療はやらなくて介護で、安逸に最後を迎えたいという人も当然いるわけでありまして、私の選択は自立して、生きている私がするということが、もう少し定着していく必要があるのではないかというように思っております。それで個人個人がですね、年取っていくときにどうなるのか、日本ではとかヨーロッパはですね、どちらかというとこの下にありますように老化を受け入れつつ健康を保って最後まで、生きていくという、養生道 の、 生き方が多いと。ところがアメリカの方はですね、いつまでも若い時の体力を保つということで、サプリメントとか運動を積極的にやりましょうということであります。それでこちらはね、日本でも最近1億総活性化とかですね、70過ぎまでしっかり働きましょうということになってくると、なかなか楽隠居して畑仕事を楽しむというわけにはいかないですね。それでサプリメントもいろいろありますが、日本高カロリー学会では、ドクターサプリメントといって本当に効きそうなものを選んで患者さんにやってはどうかっていう方向でやっておりますけれども、医療 と、サプリメントは食品ですので、ここの壁が非常に高くてですね、お医者さんが一緒に処方できないとか、そういう問題がいっぱいまたあります。それでつらつら考えていますとね、日本の医療環境はどうなっているかというと、どうも一枚岩の単一ではないと。私の場合で言いますと、大学を卒業して大学院も病理学で25年やりまして、その後がんセンターで、疫学10年やって、自分が糖尿病になってからですね、糖尿病になってから食事と運動で、食事の重大さを知って、東京農大に移って、農業科学などをやったわけでありますが、国立栄養研究所の所長になってみるとですね、こちらは栄養学の脈々たく流れがありますけれども、医学の方から見るとね、栄養学は学問じゃないじゃないかというような声があって、それで不助手のやることだということで、医学部に栄養学科があるところはほとんどないですね。それゆえにね、栄養学科っていうのはほとんどが家政学科にあるんです。家政学部にある。それが日本の非常に不幸でした。それからもう一つは江戸時代から続くような食用道の流れがありますが、こちらとこちらもね、お互いに知らん顔してそれぞれやっていると。それからもう一つは明治時代に西洋医学から外された漢方とか東洋医学、この人たちも細々とやってきたわけでありますが、最近ですね、大学を辞めた先生方が地方で開業すると、もう患者さんはね、いっぱいあちこち悪い人ばっかり来るわけでありまして、統合医療的アプローチをしないとネッチもサッチもいかなくなってきたんですね。そこで東洋新旧の人とか、いろいろ呼び込んで統合医療が、少しずつ盛んになっております。日本でも渥美先生など先覚者として、随分努力なさいました。それで自分が最初にどこに行くかでね、運命の決まることが多いんです。西洋学
でが一番いいと思って大学病院に行くと案外内視鏡手術で死んじゃったりする人もいますよね。ですから自分がよく考えてやるということが大事ということになります。それで私は食用銅の石塚砂岩の系統をいろいろ調べてるとですね、玄米を食べてる人ってのは非常に健康なんですよ。90過ぎまでご夫婦で畑仕事やりながら元気な人とかですね、それでしかもねぽっくりいく方が多いんです。仏様にお参りに朝行って戻ってこないのでね、ちょっと家族が見に行ったらもうぽっくり行ってたなんていうこともありました。それでじゃあ玄米は本当にどれだけいいのかっていうのを見てみますと、こう白米を食べてる人はですね、肥満者にとってもなりやすい。それで糖尿病、高血圧、狭心症、こういった病気にも3倍ぐらいになりやすい。ところが玄米食べてる人はですね、肥満になりにくいし、こういった病気も3分の1ぐらいのリスクしかないと。ですから相対的にね、10分の1ぐらいしかリスクがないということが分かりました。それで玄米の何がいいのかということでありますが、それも最近は分かってきまして、例えば食物繊維とかですね、これが腸内細菌の作る酢酸、プロピオン酸、酪酸、こういったものがいいと。それから玄米を食べてる人はね、常に一定の細菌層を持っていて、これが非常に免疫力なども高く保っていると。ですから多分コロナウイルスなんかの抵抗性もね、そういうところに現れているのではないかと思います。それから食と健康でいかに関係しているかっていう一番いい例がですね、私は沖縄だと思うんですが、沖縄はこうアメリカ軍がいる時にですね、非常にランチョンミートとか脂肪を食べるようになりまして、全県よりも 5% ぐらい多く脂肪を食べてたんです。そしたら長寿県だったのがですね、平成8年からガクンって26位に落ちて、沖縄クライシスと言われるようになりました。それでなおかつ働き盛りの年代は男性が死亡率1位、女性は全国2位でありまして、これも沖縄人たちが何とかせにはいかんということになります。それから透析患者がですね、最近だんだん増えてきておりまして、この部分だけでね、年間2兆円ぐらいかかってるんです。それで私たちはコートでずっと調べてますが、自然の食事をしていても老人は1年間 1cc ぐらいずつ腎血流量というのが下がっていくと。それでこれが10を切るともう透析になっちゃうんですね。それから中でね、1年間に 20cc ぐらいも落ちる人がいるというのを見つけました。それでこういう人を調べますとね、例外なく肉食なんですよ。毎日焼肉を食べている。それで私たちは高齢者の腎機能の低下を見て、だんだんきちっと食事コントロールしないと危ないって言ってきたんですが、実際透析患者数の移行を見てみますと、2010年あたりからですね、70代後半、80代、90代の人もこのあたりに増えてきてるんですね。ですから食事療法で腎機能を保つのはとても大事。それでその方法もね、大体分かってるんです。これは年齢ごとに腎機能が落ちていく、5年間、追跡しているデータでありますが、この中でタンパク質を過剰に食べてない人、つまり BMI で15ミリぐらいの以下の人はね、一人も透析になってないんですね。ですから過剰なタンパク質を避ければ、腎機能は大体保たれるであろうということであります。それでところが低タンパク質を やりましょうと言いますとね、臨床先生と意見が合わないんですよ。それで何が合わないかというと、日本のガイドラインは体重あたり 0.8g から 0.6g と言ってるんです。それで世界的なコクランのデータベースでは 0.4 から 0.6g、 私たちは 0.5g と言ってるんですね。それでこれはね、もうクレアチニンが 6 ミリというかなり悪い腎臓の状態から、食事の低タンパクをやったらどうかという10年以上かけた臨床データでありますが、0.6 とか 0.7 ではね、コントロールと一緒で全く生存延長効果はありません。0.5 とか 0.4 で初めて
4、5年サバイバルが伸びていく、それで 0.3 だともっと伸びるというデータでありますが、ここがね、とっても難しいところであります。それで私たちはこれを解決するためにこう低タンパク玄米というのを開発しまして、それでこれはタンパクはもちろん低いのですが、利点はですね、食物繊維がほとんど元の玄米とあると、それから腎臓にはとても悪いカリウムとかマグネシウム、リン、こういったものも非常に低いということで、これを食べれば多分腎臓病の人にとってはとってもいいのではないかということであります。これは幸いに春から臨床試験を福井の方の老人施設でやる予定であります。それで私はね、玄米進めててもなかなか乗ってくる人少ないもんですからね、玄米の美味しさとは何だろうと思って、メディカルライスで、玄米食味コンテスト G1 グランプリ大会というのを去年の12月に開きました。そうしましたら有機玄米で応募した方が54人もいまして、それでとっても玄米のことがよく分かったんですが、味と味覚と同時にですね、ありとあらゆる機能性成分を測ったんですね。それでね、これでもって、玄米 の, メディカルライスとしての基準が、できたと思っております。それでこれは幸いにもメディカルライス A New Whole Grain Functional Food for Health and Disease というタイトルで、ファンクショナルフード&ヌートラスシューティカルスインメタボリカンノンコミュニカブルディジーズというエルゼビアから出している非常に、レベルの高い本に、出すことができました。それでメディカルライスも1年間活動してきて、第1回国際学術大会というのを、2月10日に開いたんですが、これは特別講演3台、それから研究助成金4人に100万円ずつ出しまして、その方の講演が4台、それからパネルシンポジウムでスマート農業と棚田ということを、やりました。それから、ランチョンとかポスターもいろいろやって、にぎやかにできたわけでありますが、土壌稲の共生菌とプロバイオティクスによる土壌環境改善というあたりはまだ未開拓の研究領域でありまして、これをぜひ今年は農水のプラットフォームで研究したいというふうに思っております。それで農水はね、イノベーションで昨年から食と健康というのをテーマに取り上げておりまして、玄米食の紹介などもこういうところでやってるわけでありますが、もう一段踏み込んで考えますと、ソリューションオリエンティッドストラテジー、つまり解決を目指したイノベーションというのも、実は必要ではないか。それで、これにはですね、人口1億人を保つのか8000万人でも良いのかという非常に大きな問題もあります。そうすると移民とか国土再編とかいろんな問題が絡んでくる。それから地球環境の変化も待ったなしでいろいろ来ているようでありますし、新規食材の開発しないとタンパク質が足りない、植物タンパク質、昆虫食、こういったような問題もあります。それでこれは国際的にね、やはりこの機能性の標準化をしないとダメだと思いまして、2014年に東アジア米機能標準化会議というのを京都でやりました。もう海外はね、米に対してこれは糖尿病にいい米だと書いてあるんです。有利高糖尿病、それでこういうふうにね、機能性まで書いてるんですが、日本はね、予防を言っちゃいかんというのは妙な規制が妙なところにあって、なかなかこの辺がおかしいですね。それで、メディカルライスとしては、少なくともメディカルブラウンライスフォーウェルビーイング、健康にいい、それからダイアビーティス、あとキズニーディジーズ、メンタルヘルス、がん予防、キャンサープリベンション、こういったことがどんどん可能性が増えているわけでありますし、それからグルテンフリーのブレンライスパウダーとなりますと、米粉パンとして、これは欧米のですね、セリアックディジーズの患者さんの、
米を全部入れ替えれるだけの価値があると。それでこれは地球温暖化に絡んできたニュースでありますが、要するに牛肉を食べるとね、こう地球全体の温暖化のメタンガスの3分の1を3分の1か4分の1を牛が出しているという説があって、欧米では肉食うなとかね、オランダというのは牛肉に税金かけるようになってますね。それで全体の方向としては植物性タンパクとか昆虫食とか、いろいろ細菌の作るものも利用しようというような方向に動いてますが、やはり70億人を養うためにはですね、これだけの糖質とこれだけのタンパク質とこれだけの脂肪が絶対必要であると。それでこれをどうどこで賄うのかというのは、国連とか FAO とかですね、大きな問題だと思いますが、しっかりやってほしいところであります。ですから未病を治す問題解決にはテーラーメイドの統合食料学っていうのを提案しておりますけれども、それにはですね、肥満糖尿病の増加はエネルギー源摂取のコントロールとか、玄米食体重かける0.4でいくと、それから CKD とか、腎透析の増加に対しては低タンパク食をやると、それからがん予防は禁煙抗酸化食品、高齢者問題は、運動と食養生とかですね、それから在宅医療の効率化、それから最後にはやはり尊厳死の問題とかですね、 QOL、QOD という問題も、きちっと考えないといけないというように、思います。ですから今日は未来の食と健康の問題を、話してほしいということで、ちょっとテーマを絞っていきましたが、必ずしもバラ色の話ばかりではなくてね、消費者全体あるいは国民全体が覚悟を決めて挑まないといけないところもあるというのが私の感じであります。次の基調講演は国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構ヘルスケア創出研究統括官山本真理様でございます。山本様は機能性食品、抗アレルギー緑茶開発研究等に従事、知の集積と活用の場セルフフードプランニングプラットフォームの代表、内閣府戦略的創造イノベーションプログラムの食によるヘルスケア研究の研究代表者として、食を通じた健康長寿社会の実現を目指した活動を展開されていらっしゃいます。それでは山本様、よろしくお願いいたします。農研機構山本でございます。今日はですね、食によるヘルスケア産業の創出ということで、こういった新しい産業創出にあたってですね、どういう研究を私どもしているかというようなご紹介をさせていただければというふうに思います。ここに示させていただきましたのがバイオ戦略2019というものです。6月11日にこの戦略が出されまして、この社会像というものが示されたんですけれども、上の方にございますように、健康未病段階のセルフケア、早期発見、代謝障害に備えた予防というのが出てまいります。また今はですね、個人から得られるデータをビッグデータにして、でそれを層別化個別化してサービスに展開していこうというようなことが出てまいっております。また下のパラグラフにございますけれども、我が国のこのシステムを海外にですね、移譲していくと、そういった取り組みもここに書かれています。また具体的な取り組みとしてここに書かれておりますように、大規模な人データ統合プラットフォームを作ったりですね、あとはゲノム情報、腸内細菌素、代謝物、こういったようなデータをですね、たくさん取っていこうというようなことが言われています。でこの中にですね、2020年夏までに SIP において検討というようなところがございますので、本日はどういった取り組みを SIP でやっているかということでお話をさせていただきたいと思います。ここに挙げさせていただきましたのが、我が国の社会的情勢課題と解決方法というものでございます。左側にですね、社会情勢と課題が書いておりますけれども、私ども非常に大事に考えております、重要だと考えておりますのが、
労働生産性の低下という部分です。でこの労働生産性の低下をですね、いかにその職その他いろんなあの活動によってですね、あの改善をしていくかというところが、まあ、課題ではないかなというふうに考えております。でその解決方法として社会、右側ですね、健康状態の見える化をしてあげようと、そしてそれぞれをですね、個別化のヘルスケアであったり、あとは新しい それらに対するですね、農産物、高付加価値な農産物を作っていこうと、そういったようなことを考えているということです。でじゃあ次世代のですね、機能性の研究というものはどういうものなのかということで考えてみますと、今までやってきたのはそれぞれの、まあ、食品の成分がどうであるかっていうような、そういうような話だったんですけども、今後はですね、世代別、個人別、疾病リスクの低減、そういったようなところにフォーカスしていく必要があるだろうというふうに思っています。で特にその時に大事になるのがですね、健康維持増進のための食生活ですね、をビッグデータから個人が選択をして活力ある健康長寿社会を実現していくことが大事だろうというふうに思っています。でそのために病気の原因であります軽度不調、心身不調を食で改善するということを考えていまして、この下の絵のようにあるようにですね、健康から病気に至るまでいろいろなステージを経て私たち進んでいくんですけれども、その、未病の手前、ちょっと調子が悪いなといったような、その軽度不調のところをセンシングをして見える化をして、そこを早期介入を行って、これは食だったり生活ですけれども、健康に戻してあげるような、そういう可逆的な反応ができないだろうかということで研究を進めたいというふうに考えておりました。でまずはですね、今までどのような研究がなされてきたのかということで少しお示ししたいと思うんですけれども、こちらはコホートの事例ということで、食と健康の関係解明のためのコホートの事例ということで、東北メディカルメガバンクの例を示しております。長期のですね、住民コホートとして8万人やられているんですけど、特にこの中で重要なところは右側にございますけれども、全ゲノムのリファレンスパネルがあったりとか、あとはオミクスの参照パネルで血液の中のですね、オミクス解析をやったりとか、あとは DNA のメチル化ということで、後天的なその遺伝の変異ですね、そういったものが見れるような形でいろいろなものを整備されています。また現在は腸内細菌層をですね、解析しようということでヤクルトさんと共同研究をされているということで精力的に研究をなされています。また2番目のコホート事例としては、医薬基盤健康栄養研究所の健康コホートになります。でこちらはここにもありますように、遺伝子、あとは生活習慣で生理指標で生体因子、メタボールマイクロバイオームということで、いろいろなですね、因子をたくさん取っている。で右側にありますように、健常人1200人および糖尿病患者さん 100名分のですね、ビッグデータ、特に1人当たり2400項目のデータを収集されているということで、ここから食品と健康の関係が新たに出てくるだろうということで、研究が今もう現在進行形でどんどん進んでいるところです。私たち考えましたのは、この食による健康増進社会の実現をするためにどうしたらいいかということなんですけれども、まずは健常人を対象として右にございます軽度体調変化判定システムを作ろうというふうに考えました。でここは先ほど申し上げましたように、ちょっと悪くなった時、それを見える化してあげるということになりますけれども、それができた段階でですね、健康情報統合データベースを作ってあげたい、これは先ほど言ったビッグデータということになります。でその際にちょっと悪くなったところをどう考えるかということなんですけども、これはですね、生産性低下、パフォーマンスの低下を招く心身不調というのが何から来るかのかということで考えた時に、左側からですね、質の悪い睡眠、自律神経の乱れ、食生活の乱れ、腸内環境の乱れといったようなところを想定をいたしました。でここの部分についてですね、一人ずつのデータを取っていこうというふうに考えたんですけれども、睡眠に関しては脳波のデータ、自律神経については心拍のデータ、そして食生活は、食事とか生活習慣のデータ、および腸内環境に関しては腸内マイクロバイオームを調べていこうということを考えました。でこれがその研究の概要になるんですけれども、1000人の方、健常人1000人の方を考えています。でこの方たちのですね、夏冬のデータを取ろうというふうに思っていまして、これは今まであまりない取り組みではないかなと思います。
そして先ほど申し上げました今までいろいろやられてきたコホート研究ございますけれども、それとはちょっと違うということで自律神経であるとかですね、睡眠のデータ、これをですねマイクロバイオームとか遺伝子メタボロームにかぶせてあげるというような形で、そういったデータを取ることにいたしました。またそこにはですね、私たちどういうものを食べているのかということが大事になります。でそのために日本食を構成する農産物の一斉分析というものを進めています。でこれらのデータを組み合わせてですね、特定の機能性発現にどのような農産物や栄養機能性の成分をどれだけ摂取したら良いのかということを明らかにしたいというふうに考えています。でこれらのデータベースを使ってですね、下の方にございますけれども、新規軽度不調評価法を作ったり、あとは簡易デバイスを開発します。そして新規機能性食品の上司で、パーソナライズドヘルスケアの中食外食、これはコンビニさんを中心にですね、それを実証していくというような形で、最終的な個人の健康増進 QOL の向上ということで、健康寿命の延伸に持っていきたいというふうに考えています。でこれはですね、ササイティ 5.0 実現のための貢献ということで、研究ゴールが真ん中に書いてあります。そして社会貢献であったり、あとは産業振興であったり、地域活性化、こういったようなところにですね、いろいろなデータを提供していきたいというふうに考えています。現在ご存知のようにですね、機能性表示食品たくさんございます。2800ぐらいあるんですけれども、この中で生鮮食品はわずか62でございます。で62なんですけど、これはですね、食品機能性成分とあるようにですね、機能性成分単体の、表示でしかないということです。でここにみかんとかございますね。でほうれん草とかあって、これが62品目今出ております。ただ今後はですね、何をしなければいけないかということなんですけれども、複合機能ということで、食品の成分それぞれが集まった時にどのような効力を出すのかといったようなことをしなければいけないというふうに思っています。でそのために私たち思考的にですね、お弁当を毎日食べていただいて、実際に複合的な機能がどうなっているのかということを試した実験がございます。それがこちらでして、その時使ったお弁当がこうなっています。主食ですね、副菜、そして飲料がある、日本食のタイプになっておりますけれども、こういったお弁当を3ヶ月間食べていただくことで、内臓脂肪面積への効果というのを調べました。で、カロリーとかはですね、一切制限をせずに、機能性成分を変えて、複合機能を考えて、そういった設計をするだけでですね、内臓脂肪が優位に下がってくることが分かりました。またその内臓脂肪が下がる原因というのがですね、ここにもありますように、白米を、玄米、あるいはですね、もち麦を入れたご飯に変えることで、こういった効果が出てくるということが分かりまして、やはり複合効果、今まで見ることは難しいというふうに考えていたんですけれども、このようにすれば複合効果も見ていけるのではないかということが分かりました。で先ほど申し上げましたように、いろいろな食品が健康に与える影響というのを調べたいということですので、私たち今後やっていく研究の中では、こういった、一つの食事を作ってですね、それが健康に与える影響についても人介入試験をしていきたいというふうに考えております。でこちらにですね、 SIP の社会実装による社会への影響ということで、アウトカムを書かせていただきました。で上の方には食マイクロバイオム健康情報統合データベースということで、先ほど申し上げました1000人分の夏冬のビッグデータがあの中に収まっていると。これ自体はですね、将来的には公開をさせていただきます。ですのでいろいろな企業様がこれを活用して、その新しい食によるヘルスケア産業を起こしていただきたいということで今研究をやっています。で SIP の中ではですね、先ほど申し上げましたけれども、軽度不調の評価指標システムデバイス、あとは食と健康の管理アプリということで、皆さんが見える化した後にどのような食事をとったらいいのかということで、それを、まあ、アプリでレコメンドしてあげるような、そういうような機能も出していきたいと思っています。またあとはですね、軽度不調の改善機能性表示食品ということで、いろいろな食品、あとは中食ですね、そういったものを出していきたいと思っています。でこちらの事業成果の実用化波及効果ということになりますけれども、
左側にございますように、さらなるですね、健康情報を取っていかなきゃいけないということがございます。ですので、これはですね、たかだか1000人のデータですので、どんどんこれを積み重ねていって、1万人、10万人、100万人というデータのサイズにしていかないと信頼性が高まらないだろうということ。そして真ん中にございます。これが食によるヘルスケア産業の創出ということになると思うんですけれども、いろいろなですね、産業応用をしていく、商品開発をしていく、それを生産者さんも含めてですね、ぐるぐる回していくようなモデルを作っていかなきゃいけない。で、ここから新しい市場形成をしていくというところが非常に大事なのではないかなというふうに考えています。で、また右側になりますけれども、このモデルはですね、技術的な知見やビジネスパッケージ、これらを海外にジャパンモデルとして波及していかなくてはいけないだろうと思います。というのも、海外ですね、これから日本と同じような構造になってきます。ですので、こういった技術的な知見は海外にですね、個別健康管理であるとかエビデンスをもとにした日本食お弁当ということで、出していくべきであるというふうに考えておりまして、今後私どもこれから SIP の事業をやってまいりますけれども、これを使ってこのような社会実装をしていきたいというふうに考えております。で、健康はですね、日々の自分の個人の健康モニタリングとそれに合わせた自分で選ぶ食生活からということになりますので、今後も SIP を通じたですね、研究を世に出していって、食によるセールスケア産業の創出をしていけるような、そういった社会実装を目指していきたいというふうに考えております。最後の基調講演は、国立研究開発法人産業技術総合研究所上級主任研究員、フードメディシンネットワーク代表、辻紀子様でございます。辻様は腸内細菌や食物など腸内の環境成分が免疫機能を整える仕組みを研究。中でも腸から全身に波及する抗炎症のメカニズムは、アレルギー、認知症、がんなど多くの慢性炎症疾患制御につながる可能性があり、重点を置いていらっしゃいます。またフードメディシンネットワークにおいて、地域の人々の健康的な暮らしを支えてきた伝統的な食を評価する試みも開始されていらっしゃいます。それでは辻様、よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございました。産総研から参りました辻と申します。こちらの方にちょっと漫画のように出ていますけれども、私たち腸管君というふうに呼んでおります。私たち動物は、腸を中心に生きている一本の管として生きている、一人一人の健康、生態向上性というものを責任を持って保ちながら生活をしているというふうな、状況と思います。で、今日は特に発酵食品というところに、着目してお話をさせていただきたいと思います。で、この食と健康のところで、私たちの研究チームでも中心的に見てまいりましたのが、免疫の機能というところですので、今日はその免疫というところを一つのキーワードとしてお聞きくださればと思います。で、免疫のイメージ、いろいろお持ちかと思うんですけれども、ちょっとした体調不良と言われるようなお肌の不調とか腸の不調、睡眠の乱れや憂鬱、これらもみんな免疫と関わってきている。そしてそれがお腹の環境の中の腸内細菌とも関係が深いということがどんどん分かってきました。で、脳未病の状態、体調不良の状態をそのまま放っておいてしまいますと、それらがもう少し、深刻な皮膚炎ですとか腸炎、認知症といった疾病にも結びつくということも分かってきました。で、先ほど申し上げたみたいに一本の管として私たち生きているものですので、これは個人個人の腸内の環境、それから免疫の状態というものを考えながら、日々暮らしていく必要があるということなんですけれども、その中で食べ物というものは非常に重要な役割を果たしています。で、これから少し申し上げるように、食べ物が直接免疫を活性化するというところもありますし、でそれから腸内細菌も餌が必要ですので、それは私たちが食べたものが腸内細菌の食べ物となって、でお腹の中できちんとした腸内細菌層が形作られるからです。
で、まあ、こうした体調の不良を、まあ、撃退するというふうなことで、まあ、免疫機能を高めるというところは、まあ、非常に注目を浴びているところでありまして、で、それが腸内細菌とも関係している、どのように関係しているのだろうというところが、今まさに世界中で研究をされているところです。で、それはただ流行りというだけではなくて、後ほど少しお話しするように、ちょうどそういう時代が科学の世界でも起きているということで、この研究が進みますと、まあ、将来的には社会的にも医療費の削減ですとか労働人口の増加といった高齢化社会にも助かるような状況を、まあ、そちらに誘導しうるかもしれないという、そういうセルフメディケーションのヒントがたくさん出てくる研究分野ではないかと思っています。ただ、まあ、食べるものというものは美味しくて楽しくないといけないですので、私たちフードメディスンネットワークでは、美味しく楽しく健康に自然にこうしたセルフメディケーションの情報も得られ、実践をしていける社会というのを目指しています。で、免疫ですけれども、ここにまあ、大体みんな20歳ぐらいがピークで、免疫力はまた下降していくというふうな図がよく見られますけれども、まあ、それに反比例するように、さまざまな炎症性疾患ですとか感染症といったものも、まあ、現れてくるというふうに言われています。で、ご覧になると分かるように、まあ、全員が持っているリスクということに加齢があります。で、加齢によって、まあ、落ちてくる。で、まあ、若い方でもやはり栄養の偏り、あるいは、まあ、激しい運動、まあ、マラソンの選手が全部走り切るとその後で非常に風邪をひきやすいというふうなことも言われていますけれども、さまざまな、ストレスにつながるような生活習慣によって免疫の機能は落ちてくるということが分かっていますので、それを落とさないように生活をする。で、食はその中心的な働きを担いうるということを、これからどんどん新しい情報がまた蓄積されてくるというふうに考えています。で、まあ、食と健康の関係ということでは、まあ、紀元前から食医ということで非常に重要視されていたわけですけれども、まあ、最近少しその考え方というものが少し忘れられているといったら変なんですけれども、分子生物学的な情報が先行しているというふうなところがあると思います。ただそういう対症療法的なものではなくて、やっぱり自分の体は自分でケアする、まあ、自然治癒力と呼ばれているようなことが、人間は誰でも体の中に100人の名医を持っているというふうなヒポクラテスの言葉でも表されていると思います。で、これが自分たちの持っている免疫の力であったり、あるいは自分たちの体にある腸内細菌というものなのかもしれないです。で、そのあたりのメカニズム、秘密というものがどんどん明らかになってくれば、増え続ける炎症性疾患を抑えることはできるかもしれないですし、将来には健全で幸せな暮らしと長寿という、まあ、栄養保険がベースとなった医療にもつながっていくのだと思います。で、まあ、この健康というところはただ病気ではないというだけではなくて、まあ、社会的にも非常に健全であるというふうなことが定義されています。で、まあ、それで、そうした社会的な幸せも伴う健全な体と心ということで、私たちフードメディスンネットワークでは、まあ、地域の歴史や風土に根ざした暮らし、食文化、そうした幸せを人類が追い求めてきたその財産を科学的なエビデンスにも基づいて解釈をしていく。で、それをうまくフィードバックして、より本質的に豊かな暮らしの提案と発信をしていこうということで、こうした活動を始めています。で、地域にはそれぞれ免疫を活性化するような素晴らしい食がたくさんあります。これは日本と世界両方をチャートにしてありますけれども、日本は世界の中でも発酵食品王国と言われるぐらい、乳酸菌も酵母も麹も使ったような素晴らしい伝統的な食品があります。こうしたものがどのように免疫を活性化するのか、どのように腸内細菌層を健全にしていくのかという研究が、私たちのチームでも目指してきているところです。で、その一つには、答えとして、自然免疫を活性化するんだということが分かってきました。で、この自然免疫ですけれども、
2011年にノーベル賞も出ましたけれども、それまで分かっていなかった微生物のいろいろな細胞壁とか核酸とか、そうしたあの成分がどのように免疫を活性化していくのかというところが、ここ20年ぐらいで急激に分かってまいりまして、でそれがノーベル賞にも結びついた。ですのでそこから10年ぐらい経つと、今度はその情報が私たちの暮らしにもまたうまくどんどん入ってくるというところで、ちょうどこの発酵食品にも食品微生物たくさん含まれてますけども、その食品微生物の成分が自然免疫を活性化するということが分かってきたというのが非常に大きなことの一つです。でそして実際にあの、腸内の小腸のところ、食べ物が入ってきて、小腸のところで免疫細胞が非常にたくさん存在するということが分かっています。で免疫細胞がそこにあるだけではなくて、そこで機能も成熟する、免疫細胞の活性化といいますか、免疫力の底上げというものが起こるというふうに言われています。でこの先ほどの自然免疫ですけれども、あのこれまでこう獲得免疫はワクチンの効果ですとか、食物アレルギーの場合何がアレルゲンになるかといったあの細かい形の認識のところで、まあ、免疫機能の非常に得意なところですけれども、そこがあの非常によく知られていましたけれども、ここ10年20年でその獲得免疫をうまく働かせるようにするためには、自然免疫の活性化が必須であるということが分かってきたわけです。でこの自然免疫は体の外からやってくる微生物ですとか、いろいろな成分を鈍色取り込んで、どのような情報が外から来たかをこの獲得免疫に示していったり、それと一緒にサイトカインのような免疫活性物質をたくさん出して、まあ、体全体の免疫機能を底上げしてくれるということです。で、トルライクレセプターのような自然免疫のレセプターと、そのシグナル伝達というふうなものが非常に詳細に分かってきた。で、もともとは病原微生物をどのように認識していくかということであったんですけれども、それだけではなくて食品微生物でもこうした働きで免疫が活性化されるんじゃないかということ でそれであの私たちその発酵食品にもたくさん含まれています乳酸菌の働き、あるいは乳酸菌は実際に腸内細菌としても小腸で一番主要な微生物になっていますので、どういう仕組みがあるのだろうというふうなことを動物モデルも使って調べました。で、まあ、小腸にはパイル板という免疫細胞の詰まった器官もありまして、そこで鈍色をする樹状細胞、マクロファイズといった自然免疫担当細胞が持つ特殊な働きということで、一つ見つけたことは、乳酸菌はこの鈍色細胞からインターフェロンベータといったサイトカインを酸性誘導するということを見つけました。で、まあ、インターフェロンはウイルスの感染抵抗性にも重要な働きをしますけれども、もう一つこの乳酸菌でインターフェロンベータが高まった動物の中では、腸炎を誘導してもその炎症が非常に小さくて済む、炎症を抑える力も非常に高くつけるということが分かりました。まあ、ですので、乳酸菌、これは小腸の常在細菌でもあるので特に集中的に研究をしたわけですけれども、こうしたさまざまな食事に含まれている、でこれが感染抵抗性だけではなくて抗炎症にも働くということが分かったということで、一つの発酵食品の意義というふうに考えております。でもちろん乳酸菌だけができることではなくって、他の食品微生物の成分も免疫の自然免疫の活性化という機能がそれぞれありますので、そういうところから、食べた後には免疫機能の活性化ということが期待されるということです。乳酸菌だけ考えても、通常の、お味噌汁の中、漬物の中というふうなことで、数十億個の乳酸菌を口から取っているというふうに言われています。で、また納豆菌のような和食に非常に特徴的な優れたプロバイオティクスも知られておりますので、和食の科学というものは、腸内だけではないですね、免疫の活性化というところに非常に重要なメカニズムを可視化してくれるんじゃないかというふうに考えています。でもう一つはその腸内環境を整えるというところで、腸内細菌層の乱れがさまざまな疾患と関係するということがまた最近非常によく分かってきています。
これも最近の科学技術の発展と、まあ、連動していることで、次世代シークエンサーで全部 DNA を読める、核酸を読めるように、核酸配列を読めるようになってきた、そうしたあの技術の発展から、お腹の中にどんな微生物がいるかということを非常に精緻に詳細に、正確に知ることができるようになったということで、この腸内細菌層の研究は非常に盛んになっています。で、まあ、1950年頃から食物繊維が重要である、それには腸内細菌との相互作用だということが分かっておりまして、腸の上皮細胞のエネルギーなどに短鎖脂肪酸が非常によく使われているということも知られていたわけですけれども、この時代に来て、まあ、そのどういう微生物がどのようにしてということが非常に細かく、分かってくるようになったわけです。で、免疫の面でも先ほどの短鎖脂肪酸が抗炎症に非常に重要であるという大事な論文がたくさん出されまして、この発酵食品の中でも食物繊維、まあ、大豆ですとか、いろいろな野菜の漬物ですとか、そうした食物繊維を含むものは、こうした食物繊維と乳酸菌あるいはいろいろな食品微生物両方を含むということで、体の免疫機能の活性化に重要な役割を果たしていると考えられます。では、まあ、腸内細菌は一人一人、違ったりしているわけですので、まあ、研究の分野としては、私たちはその腸内細菌層を全くこの微生物のいない動物モデル無菌マウスに移すというふうな形で、ヒト腸内フローラーマウスというものも今開発しております。そうしますと、一人一人の人から、N1 ではなくて5匹10匹といった、まあ、N 数を多くした試験ができますので、均一な腸内細菌層、こちら A3、B3、C3 それぞれ下がることが分かると思うんですけども、マウスの中で非常に均一なその人の特徴を表した、動物の中で免疫機能がどういうふうに変わるのか、そこで発酵食品の入った餌を食べてもらいますと、その動物の中で抗炎症の指標である IL-10 が、いずれも増えてきます。で、増え方は腸内細菌層のパターンによって、変わってくるということで、まあ、どの方が一番この発酵食品 の効果が強く出そうかというふうなことも、ちょっと占い的になるかもしれないんですけども、そうした考察も可能となってきた時代です。まあ、私たちはその研究面ではこうしたヒト腸内フローラマウス、さまざまなタイプのものも用いながら、実際に腸の中で何が起こっているのかということを証明していきながら、今後も、まあ、発酵食品のプロバオティクス、プレバオティクス両方を持つシンバオティクスの性質を明らかにしていきたいと考えています。そしてそれを、まあ、社会に還元していくということで、フードメディスンネットワークでは、その分離科学、文化に関する情報も研究者も集い、現場の方と皆さんで、まあ、社会に発信していく。その場合に和食というものは発酵食品だけを見ても非常に優れた性質を持っていると思いますので、まあ、そうした和食の研究というものも、世界に向けて発信、この文化的で幸せな暮らし方、まあ、人類の健康と、まあ、免疫機能を中心とした考察ができるんじゃないかなと思って、これからも、まあ、進めていきたいと考えております。これより新たな時代の食と健康シンポジウムの第2部となるパネルディスカッションを開始いたします。今回ディスカッションをいただく5名のパネリストの皆様をご紹介させていただきます。小畑酒造株式会社専務取締役小畑留美子様、農林水産省末松博之事務次官、株式会社パソナグループ代表取締役南部康幸グループ代表、株式会社おいしい健康代表取締役 CEO 野尻哲也様、医療健康科学研究所所長信川正明様、以上5名の皆様です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まず主催者である農林水産省の末松次官から、今回のシンポジウム開催の趣旨をご説明いただければと思います。また合わせて食と健康に関するお考えとご自身の取り組みもご紹介いただければと思います。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました農林水産省の末松です。農林水産省は食に関する仕事を担当しています。
皆さんがですね、豊かな食生活を通じて楽しい生活を送っていくこと、それに貢献していくっていうのが私たちの仕事だと思っているんですが、最近思うことがあります。食っていうものはですね、楽しい生活を作っていく、楽しい時間を作ってくれるということだけではなくて、当然カロリーを供給するっていうことでですね、我々の活動の源になるんですが、また健康を作る基本であるということであります。日本は、健康長寿の国と言われていますが、全く問題がないわけではなくて、今、予算とかですね、財政の関係で一番心配なのはどんどん増えていく社会保障の関係の経費であります。これは、例えば病気になられた方にですね、手厚い対応するというのは本当に必要なことだというふうに思います。ただもっと、必要なのは病気にならないようにするということだというふうに思います。それでいろんな取り組みがされているわけですが、先ほど申し上げた食、楽しい食生活を送るということとともにですね、食生活によって健康になっていくということが両立できれば、本当一石何鳥にもなるということではないかというふうに思います。最近 SDGs とかですね、いろんなことが言われる中で、食について健康についてもですね、しっかりみんなで考えていく時代になってきているというふうに思います。農林水産省ではですね、農研機構において山本先生も来ていらっしゃいますけど、戦略的イノベーション創造プログラム SIP という事業、研究の事業があるんですが、そういうものを活用して農林水産物、食品の健康維持とかですね、増進する効果についての科学的エビデンスの獲得とか、そのデータベースの構築などに取り組んでいます。また、機能性を持った農林水産物の開発、またその健康機能の解明、そういうことを進めていこうとしています。最近ではですね、私もしばらく食べて実験に参加したというかですね、やってみたんですが、ナロスタイル弁当っていうですね、機能性成分を多く含むお弁当、こういうものがですね、我々の健康にプラスになるんじゃないかと、そういう実験もしてみました。いずれにしてもやっぱりいい食、正しいもの、いいものを食べるということとですね、当然運動とかプラスのことも大切ですけど、いい食をすることによって健康を作っていくっていうことはですね、すごく、可能性があり、みんなの心がけ、またそれについてですね、我々政府も少しお手伝いをしていくことによって進められるんじゃないかというふうに思っております。今日はですね、最近いろいろ明らかになってきたいろいろな新しい先端的な、事実とかですね、またそれをどうやって実践していけばいいか、また具体的にですね、実践されている方々のお話を伺って、私たちとしてはそれがですね、国民の皆様みんなでですね、楽しい食、おいしい食で、ついでに日本の健康も作っていく、でついでにですね、日本の財政も良くしていく、でそういうふうにですね、進められるようにですね、していくヒントをですね、いただければと思いますし、私たちはそのためにですね、国として何ができるかということを考えていきたいというふうに思っています。これから、いろんなことをですね、みんなでチャレンジしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。また今日はいろんなお話を聞かせていただきたいと思いますので、今日、発表いただく方、それからここでお話しいただく方にですね、いろいろな刺激をもらいたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。では理事長、ありがとうございました。さあ、ここからまずは皆様の取り組みについてもご紹介いただきたいと思います。まずはランフ代表、よろしくお願いいたします。まず僕の経験、少しこのビデオを見てください。
ということで、2週間の僕の、これ実は韓国に行って学んできたんです。なぜこれをやったか、2つ理由があります。自分がもう60後半70近くなって、やっぱしあと10年20年30年健康に生き続けたい、これが1つ。2つ目は、待てよと、働き方改革も大切だし職も大切だけれども、社員役職員みんなが元気よく働くための環境って何だろうと、もう少し職というものに対して大きな観点から見つめてみたい、そういう気持ちで、まあ、2週間行きました。で、結果はこのニューミール政策5か条と、まあ、ニューディール政策、あれにちなんでニューミール政策とこう5つ選んでみました。パーソナルグループとしてこの5つを中心に事業化することによって、そしてビジネス展開を図ることによって、パーソナルグループの次のネクストビジョンを、ビジネスをここに、まあ、政策的に当てると、そういうようなことも含めてこう考えてみました。一つは、食は健康な体を作ろうと、まあ、当たり前ですし、まあ、一食同源、まあ、当然大切なんですけれども、健康な体って何だろうと、食の中で何が一番健康であるべきものは何だろうということ。二つ目は、医療を作ろうと、ここにこれいろいろこう僕も調べてみたんですけれども、いろんな方々がこの名言というか格言というか残しておられるんですよね。まあ、その中でも非常に、まあ、僕が注目というか気になっているというか、トーマス・エジソンの言葉なんですけれども、100年以上前ですよ。未来の医者は薬で人間人を治療するのではなく、栄養食事によって病気を予防し治すだろう。病気を治す医者、薬ではない、食事栄養、その比率によって一番大切なんだと、これ彼が言ってるわけですよね。でファイトケミカルだとか、いろんな、まあ、植物由来の化学成分のその中身の解毒作用だとか、免疫力だとか、抗酸化作用だとか、そういうことをいろいろ言われるんですけども、その中でも何が一番正しいんだろうと、そういう意味でこのエジソンのこの言葉を、食を医療として目指すという観点からちょっといろいろ研究してみました。3つ目は、この芸術文化を作ると、これまさにそうだと思うんですよね。食べ物の中身を当然なんですけれども、誰と食べて、どういう音楽を聴いて、どういう環境で、同じ食を食べるにしても、その周りの自然の環境によって全然栄養になるかならないかが決まってくると、心豊かな環境、食べ方、そしてそのライフスタイルって何だろうという意味で、この食は芸術文化ではないかなと、まあ、そういう意味でこの3つがありました。4つ目は、心豊かな人生を作る、まあ、これは当然といえば当然だと思うんですけれども、リラックスしている時にやはり美味しく食べれますし、精神的なストレスが溜まっている時はなかなか美味しくないと。だからやっぱり常にリラックスした状況で食べたいなと、まあ、幸せホルモンでセロトニンの分泌が免疫力を高めるってことを分かってみるんですけれども、でもそういう環境を作る時間がなくって、パソコンを打ちながら、あるいは仕事をしながら、まあ、食事をするのではなく、1日3回の貴重な時間、これをその豊かな人生を作ると思って食をするように決めました。5つ目は、結果社員が元気になって、僕自身もそうですけれども、会社経営という立場から見てみても生産性が上がるし、まあ、介護離職もなくなるし、まあ、いろんな意味で、会社のその生産効率だけではなく、次のこの健康ビジネス、ここまで考えていった前に大きな産業につながっていくと、そして結果、まあ、41兆円のこのお金も財政も少なくなっていけば日本の経済も良くなると、そういう意味で自分の未来、会社の未来、社会全体の未来を作る、これは職にある。そしてその5つを分けて、一つ一つこれから時間と社員全員で取り組んでいく、
まあ、そういう意味で日本見える政策と歌いました。これを発表すると2人のその社員から手を挙げてくれまして、1人はその子供を抱えた、まだ3歳の子供を抱えた母親なんですけれども、子供のためにもヒーリングテーブル、まず自分のテーブル、ヒーリングテーブルということで、OL のみんなに呼びかけて、もう一人は入ってきてまだ2年目の女性なんですけれども、学生生活を終えて社会人になった途端にもう全く食生活の内容が家から離れて東京に出てきて変わっちゃった、そこに目を向けたい、まあ、同じくヒーリングテーブル、これをやりたいと言ってくれております。この2人を中心にこの5か条にメスを入れていきたいなと思っています。ありがとうございます。続きまして信川先生お願いいたします。信川先生にはぜひ専門家としてのご意見としての今の南部代表の映像だったりお話も踏まえてご意見いただければと思います。末松事務次官がお話しされたことにつきまして感じたことをお話しさせていただきます。政府の財政負担が高まっている状況において食による健康社会の実現は財政負担を軽減する施策として重要であると考えます。国民医療費の高騰の要因は高齢化率の上昇だけでなく国民一人一人の行動変容が最も大切だと思います。すなわち国民が健やかに過ごしたいとの願いを達成するには病気の症状や治療、医薬品、検査、手術などの医療により必ずしも解決できないことに気づいていただくことが大切なのです。ライフステージに合った栄養成分の摂取、ライフスタイルを踏まえた食事習慣を含めた生活習慣の見直しを行う行動変容を国民一人一人が実行できるか否かが健康維持増進に不可欠だと思います。病気にならないことにより政府の財政負担が軽減され健康政府の実現に結びつくと思います。南部グループ代表のビデオを拝見させていただきまして感じたことを述べさせていただきます。最近はライフスタイルや日常の生活習慣が整っていなくても病院に行けば症状の改善ができる薬があると思っている人がいます。一方高齢者の中には薬をなるべく使ってほしくないと希望される方もおります。南部グループ代表は消費者である国民が疑問に思っていることに対する一つの答えを栄養、食事、運動に関する科学的な知見と栄養管理、食事管理、生活習慣の管理を実践することにより成功体験を得て確信されていると思います。すなわち食生活習慣は症状の改善のために重要なファクターであること、食事療法を取り入れることにより症状の改善を図ることができ病気の治療と予防に結びつくと私も実感しております。それではここからは私の取り組んでいる内容をお話しさせていただきます。食と健康に関する活動で千代田漢方内科クリニック、医療健康科学研究所、日本健康科学会、日本健康食品認証制度協議会、慶応義塾大学医学部教授の時に行いました活動をご紹介させていただきます。私は現代医学を学んだ医師ですけれども、祖父が漢方医であったために子供の頃より煎じ薬や丸薬を飲んでおりました。現在私は東京千代田区の千代田漢方内科クリニックにおいて患者を診療しております。私は病気を見るのではなく人を見ることを理念に患者の話を聞き症状の原因は何かを探ることを重視して東洋医学と西洋医学により治療を行っています。2018年11月16日第1回中国国際輸入博覧会において中国商務部の推薦によりまして中日共存日本健康生活を講演しました。重要なことは自然、環境、季節、ライフステージ、ライフスタイルの中で健康病気を捉えることだと考えております。昨年6月に開催されました世界食学フォーラム2019において SDGs と食の秩序セッションのモデレーターを務めさせていただきました。 SDGs の目的は人の幸せのためです。人
人の幸せに大切なことは何だと皆さん思われますか。もちろん健康生活ですね。健康生活において最も重要なことは生きること、生存するために食べることです。淡路島は神々が宿る神秘の島です。人々は神に感謝し、農作物を得て自然との調和の中で生かされております。日本において医療サービス、保健サービス、福祉サービスが別々に行われていたことがございます。しかし生活支援サービスはこれらのサービスと同様に考えられていなかったわけであります。私はそこに注目していました。慶応義塾大学医学部教授の時に経済産業省地域見守りシステム実証事業の総括事業代表者として新宿生活見守りネットワークコンソーシアムを構築し、高齢者の健康生活生きがいづくりを進めるために健康メニューを開発していただいたりしまして、実証授業を行いました。これはその実証授業の時に東京新宿区の神楽坂商店街に開いたふれあいセンターを示しています。高齢者を見守る仕組みとして中心に人と人との交流を目指し、 ICT も活用して実施しました。ふれあいセンターではイベント、セミナー、健康データ分析、医療連携、在宅ケア、そして今日のテーマであります健康支援の中の特に栄養食品とともに運動美容なども行いました。この実証事業によりスライドに示されますような高齢者の生活機能支援、医療連携、生きがいづくり実現のプラットフォームを多くの方々の協力のもとに構築いたしました。日本健康科学学会は1985年に設立され、1999年に日本学術会議の登録学術研究団体に登録されました。本年2月一般社団法人日本健康科学学会が成立しました。健康科学の分野は健康増進、健康産業、栄養、保健、医療、福祉などであり、健康分野としましては健康食品、アンチエイジング、美容なども含まれております。医療健康科学研究所におきましては厚生労働省厚生労働科学研究費補助金によりまして健康食品の評価に関する研究を扱いました。特にサプリメントアドバイザリースタッフのための健康食品 GMP 教育のツールを作成しました。厚生労働省支援のもとに健康食品の安全性確保に関する第三者認証制度を推進するため2009年7月健康食品認証制度協議会が発足しました。本年2月に一般社団法人日本健康食品認証制度協議会が成立しました。当協議会は第三者認証機関を指定するとともに認証が適切に行われているか否かを監督し指導しております。このスライドは近未来の健康生活、食と健康のプラットフォームを示しています。食と健康は皆様方がお話しされましたように重要な部分を占めていると考えます。本日のパネルディスカッションにおいて話す機会をいただきましたことを感謝申し上げます。末松事務次官をはじめとする関係者の皆様方に厚く御礼申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。松川先生ありがとうございました。続きまして尾形様と野尻様からもご自身の取り組みのご紹介をいただきたいと思います。まずは尾形様よろしくお願いいたします。尾形指導の尾形と申します。本日よろしくお願いいたします。まずは今日のこのテーマに日本酒を加えていただきまして、大変嬉しく思います。なぜなら日本の、日本酒というのは日本の発酵食品の代表でありまして、味噌や醤油とともに日本の健康、長寿社会を長く長く支えてきたものであるからです。そして当然私の健康法は毎日おいしく日本酒を飲むことです。日本酒にはアミノ酸がたくさん含まれていて血行促進したり、食欲を増進したりコミュニケーションを大変、スムーズにするなどいろんな、良い作用があるわけなんですが、中でも今回注目したいのは日本酒をおいしく飲めるかどうかというのはその日の自分の健康のバロメーターであるということです。そしてそのおいしいっていうのは健康にまさに直結するものかと思います。例えば汗をかいた後は
ちょっと塩気が欲しくなりますし、疲れた後は、甘いものが欲しくなる。でそういうものを食べると、こう体が美味しいと思う。それはあの体が喜んでいるということだと思いますし、喜んでいるというのは効いているということは栄養にしっかりなっているということだと思います。でそしてもう一つあの美味しいというのには情報から得られるものもあるかと思います。例えばここの作ったお店のことであるとか食材の、いろんなルーツを知ることによってその食べるものが昨日よりより美味しくなるということがよくあります。これはあのきっと脳が喜んでるのかなと思います。で日本史にはそうい こう食のルーツっていうものがたくさんあります。まあ、いわゆるこう地域性というものになるかなと思います。であのじゃあこれから私の自己紹介を兼ねまして、あの佐渡島というところで佐渡島でお酒を作っておりますが、佐渡のお酒作りのルーツをご紹介したいと思います。当社はあの間の鶴というお酒を作ってまして1892年に創業しております。佐渡といえばトキ、絶滅危惧種なんですが今現在はなんと野生下に430羽以上飛んでおります。であのここで、佐渡ならではの、味わいというものを出すべく我々が取り組んでいるのは、佐渡の酒米を使ってお酒を作ることなんですが、例えばここに書いてある右上のトキと暮らす里づくり認証米というのはトキの暮らす環境を守るために低農薬低化学肥料で作ったものです。さらにこちらの、ここの写真に載っている私の横にいらっしゃる農家さんは柿殻農法というのを取り入れております。これはあの佐渡の鴨子では柿の養殖をしているんですがこの柿殻を使って、有機肥料を作ったり土に栄養を加えたりあるいはその田んぼに引くお水を柿殻でフィルタリングすることによって山からと海からのミネラルを田んぼに引くというようなこと、まあ、そういったあの非常に高品質なお米を生んでいるわけです。そしてあのそういったものでお酒を作ってお届けすることがあの非常にこうサステナビリティ、それをあのお客様に知っていただく機会になるのではと考えております。でそんなお酒はですね今現在海外 あの15カ国に輸出もしております。日本食というのは非常にヘルシーなものであるということで世界的に知られておりますのでそういった観点からも和食とともに日本酒の輸出というのは、近年伸びているところです。でまたあのその、行った海外の先で日本酒の魅力だけではなくてどのように生まれたかというその食のルーツをと伝えることによって、佐渡から世界から佐渡島に訪れる方も増えてきております。まあ、あの美味しいというのは観光にも役立つということです。でもう一つあの当社の特徴的なものはこの学校村プロジェクトというもので、廃校になった小学校を2つ目の酒蔵として運営していることです。非常にあの綺麗な夕日が望めるのが特徴です。でここではあの冬 あの本社のお酒作りが終わってから移動して、夏に冬の環境を作って、お酒を仕込んでおります。そしてあの、環境との共生を考えましてあの電気に関しては理論上 100% 電気パあの太陽光ソーラーパネルを活用しまして 100% 再生エネルギーを取り込んでいます。でまた交流事業としてはいろんな高校や大学とも組んでおり、その中でもあの交流事業の中でも年に一度学校村の特別授業というものを行っておりまして頭の体操も行っております。これはあの去年の様子なんですけれども、高校生それからあの農家の方、佐渡の方だけではなくて、広い東京とか、九州からいろんなところからみんなが集まって、コミュニケーションを取りながら頭の体操をするというようなことです。でそしてあの最後4つ目はあのここでのお酒作りに関しては、学びの提供もしてまして、お酒作りを学びたい方の受け入れも行っております。昨年はあの海外からもたくさんいらっしゃいまして、10人中10人の参加者の中、7名が外国からいらっしゃったというようなことで、まあ、そういう方もまた日本の食の素晴らしさに、気がついて帰国をされるというようなことです。
日本酒というのは本当にそこにしかない素材というものを生かすのが、特徴かと思っておりますので、お米だけではなく、土地の資源、佐渡金山ですね、ここを使って熟成酒を作ったりもしております。そしてこちらは佐渡にある有名な棚田なんですが、今年はここの棚田で作ったお米を使ってお酒作りに挑戦するというようなことも考えております。日本酒というのは他の食材よりも特に生産地のルーツを語るということに関しては非常に適していると思っております。ルーツを知ることによって美味しいにつながって、美味しいというのは栄養につながって、栄養はまさに健康を形作るお薬とか栄養剤ではなかなか得られない効果があるかと考えております。でこのようなお酒を作りを通して世界と、地域をつないでいきたいですし、それから長寿社会、世代をつないでいきたいと考えております。当社のこちら理念、向上心といいます。これはお酒作りを通して幸せを保つということなんですが、この幸せというのはまさに健康という言葉に置き換えてもいいのではないかと思います。それではですね、最後に短いムービーで、ちょっとその佐渡島を旅した気分、ルーツを旅していただければと思います。ビデオよろしくお願いします。お願いいたします。株式会社おいしい健康の代表の野尻と申します。私どもはですね、食と健康とあとはデジタルですね、を掛け合わせたスタートアップで、ちょうど4年目を今迎えております。で、楽しく皆さんみんなでですねワイワイやってますけども、人生100年時代と言われるようになりまして、どんどんその寿命であるとか、暮らしあるいは生活設計、人生設計の考え方が変わる中で、健康の目的って何かなっていうふうに考えたことがありました。多分ですね、一昔前は、健康というのは長生きしたいというか、長寿のためということ、長寿ありがたいなという時代だったと思うんですけども、先ほど申しましたように、かなり、いろんな、パラダイムシフトがあって、多くの方は、80、90と、自然に生きていかれるという中で、健康というものはやはり人の長い人生を楽しいもの、幸せなもの、前向きなものと受け止めるための、基盤になるべきかなと思いました。でそうするとですね、これまでのお話もたくさんありましたが、薬であるとか、たくさんの医療行為を伴って必要なものもあると思うんですが、そういった医療付けになってですね長生きするというよりは、自分が好きに生きていきたいという方々の、環境を整えていきたいなというふうに思ってこの会社を立ち上げました。私ども誰もがいつまでもずっとですね美味しく食べられる社会、こういったものを作っていきたいなと
というふうに思っております。で、具体的に何をやっているかというとですね、IT 企業ですので、スマートフォンであるとか、AI を活用します。で、多分ですね、皆さん、今回食と健康というテーマの中で、じゃあ自分にとっての健康的な食事というものを定義できる人って多分なかなかいないんじゃないかなというふうに思うんですね。自分は、私はこれ食べていたら気持ちいいというのはすごい大事なことです。で、一方で科学的にそれはどうなのか、医学的にそれはどうなのかという検証は、これはなかなか難しいんじゃないかなと思います。で、実際にはですね、さまざまな研究であるとか情報がたくさん世の中にはありまして、そういったものをうまく自分の食事ですね、落とし込めたらいいんですけれども、なかなかそこまで勉強してですね、毎日の食事を作ることができないと。で、私たちが作った、仕組みというものは、ユーザーさん、あるいはご家族の健康状態、各々たくさんあります。単純に今健康で、予防をしていきたいとか、ちょっと糖尿病になってしまったとかですね、あるいは血圧高めて先生に言われたと、さまざまな方が、いらっしゃると思うんですが、そういった方々に好ましい食生活というのは定義がされておりますので、そういったものをシステム的に処理してですね、よくレシピサイトとかありますよね。ああいった形でビビッとこうレシピを探していくとですね、例えば大根が冷蔵庫に余っているから、大根を使ったなんか料理探したいといった場合に、たくさん検索結果が出ます。レシピとか献立出てきますけれども、実はその出てきたレシピや献立というものは、その方の健康状態に適したものだけというものが検索されるという仕組みを作っております。なのでですね、自分がその中で好きなものを食べていただくという世界を作っていきたいなと思います。ユーザーはその瞬間は特に難しいことを考えずに、冷蔵庫に余ったものであるとか、今日食べたいものを探していただけるというふうにしていきたいなというふうに思います。で、健康な方、予防の領域からですね、実際に病名がついた方も含めて、食事も含めて、今25ぐらいのテーマをやっています。やはりですね、世の中の食事、どうしても健康な方を中心に回りがちなんですけれども、何か一つ病気を持つとですね、さまざまな制約がつきます。ただこういう時代ですので、病気と共に過ごしていくと、病気になってもそれは不幸ではなくてですね、美味しいものを食べて、自分の好きなことをやれる、働けるというような社会を作っていきたいと思っていますので、積極的に病名のついたものの食事に関しても私たちは今取り組んでいます。大体向こう3年ぐらいでは、もうどのような病気になっても、美味しい健康に来れば食事のサポートを受けられると、その中では好きなものを食べられるという世界を作っていきたいなと思っています。例えば IBD というですね、割と難しい、腸の病気があるんですけども、食事、指導が入ると、刺激物を、避けなさいと言われるんですね。で、そうするとですね、こういう方がいらっしゃったんですが、カレーが大好きだったからカレーを口に含んでも戻してたと。その話を聞いてですね、カレー食べさせてあげたいなとすごく思ってですね、社内の管理用紙といろんな話をして、香辛料を一切使わないカレーライスというものを作ってですね、これ提供していたりもします。当社のサービスを使っていただくとですね、利用者の方が、今日の晩ご飯のメニューと、朝ごはんとか昼ごはんもあるんですけども、まずメニューを、アプリの中で作ってくださいます。で、皆さんそれぞれの家庭であるとか健康状態の事情を加味して献立を作ってくれるんですけども、今25万件ぐらいの献立データがあります。これ多分世界でも当社しか持っていないデータかなというふうに思っています。で、こういった皆さんが今日のご飯はこうしたいんだといろいろ考えてくださるデータを実は裏側で解析をしておりまして、新しい食事のエビデンスというものを作っていきたいなというふうに思っています。これ例えばですね、家庭の食事の皆さんが食べているものの栄養傾向を可視化したデータです。4万件ほどのメニューから抽出してデータを見ているんですけども、食事の摂取基準というものがユーザーさんごと、これは全員違うんですけども、私たちの方でエビデンスベースで定義をします。で、これは南部代表であるとか清水事務次官とか信川先生、大橋さん全員1として、全員違うんですけども1とします。で、その中でですね、レシピを検索していただいたりとかメニューを組んでいただくとですね、やはりかなり癖が出るんですね。で、例えばですね、炭水化物の食事基準っていうのがあるんですけども、どれぐらい炭水化物を取りましょうよというふうな形のエビデンスがあるんですが、実際には6割ぐらいの方がそれを取っていて、4割ぐらいの方はむしろ取っていないというデータが出てきたり、あとは食物繊維ですね、これ水色のグラフになるんですけど、真ん中に山があります。食物繊維は非常にその様々な形で、私たちの体にいい作用をもたらすんですけども、実際の日々の食事においては結構取るのが大変だと、大体4割5割ぐらいの方が分量して取れていない、という形になります。こういった食事実態を把握した上で、
自分の食事というのは基本的に皆さん多分見えないんですけども、それを可視化して、あなたの食事はこのようになっているので、こういった食べ方をしたらどうですかというふうに提案をしていくのが私たちのサービスの肝です。いろいろさまざまな面白いデータがたくさんあるんですけども、ユーザーさんが食事を探すときに、ちょっと今日お腹が痛いとかですね、最近便秘気味ということを情報として入れて検索することができます。これを私たちの方で裏側で見ていくとですね、このちょっとグラフがあるんですけども、これ横軸が1月から12月ですね、縦がそういった人の人数なんですけども、便秘、例えば便秘の人、秋口に増えるんですね。でお腹を下す方は、6月、強いですね、6月の長さに増えると、こういった形でどういう時期にどういう体の不調を訴えている方がいるかということが分かったりします。ゆくゆくはこういった方々に、じゃあ便秘になりにくい食事を提案し、翌年どうなったかということをまたデータで追っかけていくという形で、食と健康というものをシステム的に、フォローしていきたいなというふうに思っています。これは実験してるんですけども、レシピの方にですね、うまみ成分です、アミノ酸、これはグルタミン酸とアスパラギン酸というものを掛け合わせてですね、糖尿病の方と健康の方で指向性、味覚に違いがあるんじゃないかという検証を今やっています。ちょっとここまではっきり言ってないんですけども、ちょっと女性でいうと、健康の方はうまみ成分に対して指向性が強くて、男性の場合は糖尿病の方の方がうまみを好ましいというデータがちょっと出てるだけですね。ただちょっとこれはまだ精度的には甘いので、もう少し研究していきたいなというふうに思っています。あとはこれ AI を使ってるんですけども、あるレシピとあるレシピが似ているという解析をしていきます。これ2つレシピが並んでいるんですけども、左側のレシピを食べられた方は右のレシピも食べられるんじゃないかというような解析アルゴリズムを作っています。これは高齢者の方であまり食欲がもうないという方であるとか、お薬治療中の方でお薬の副作用で味覚障害であるとか、さまざまな食欲不振ですね、そういったものがあったときに、それでも食べられるものを見つけたら、じゃあこういったものも食べられますよねというアルゴリズムを作っていって、食の、バラエティを増やしていって食生活を支援していきたいというふうに思っています。こういった形でですね、サービスをデジタルで提供していると、リアルな部分とまた違った、発見が出てきます。たくさんのデータをもとにですね、これをエンジニアリングをしていくとですね、この通り、これまでブラックボックスだった家庭生活、食生活が一体どうなっていて、皆さんがどういう症状を訴えているのかということを私たちは集積していって、これを解析していくと、それが新しいイノベーションになっていくのかなと思っております。これ最後になりますけれども、もう食が健康において非常に大事だということはもう言わずもがなので、私も楽しいもの大好きですし、楽しい食事をしていきたいんですけれども、これを自分にとってどうなのかということをデータ、スマートフォンのデータを使いながら判定していって提案していくことで、私たちは新しい医療、あるいは新しい健康ですね、これまでのような薬、病院を最適化しながら日常生活で自立していくという世界を作っていきたいというふうに思っております。以上です。本日もありがとうございました。さあ、これまでさまざまな角度から皆様の取り組みについてご紹介いただきましたが、ここからは自由に皆様の印象に残った場面や、感想等を伺いたいなと思います。まず末松次官、皆様のお話伺って印象に残った点や感想ありますでしょうか。信川先生言ってた通りですね、これから、健康っていうものをですね、食で作っていくっていうのはいろんな可能性があると思います。その時今の日本ってすごくいいポジションにいるんじゃないかなというふうに思ってまして、農林水産省の職員なんで、農林水産省の仕事でいうと、戦後はですね、とにかくお米いっぱい作ってみんながお腹いっぱいになるっていうことのために一生懸命仕事をしていました。その頃の日本食って別にそんなにですね、世界で有名だったわけでもないし、日本食輸出しようっていう感じでもなかったんですけど、やっぱりこうずっとですね、地域でいいものを作ろうっていう動き、そういうものがあって、それで、こういう時代になった時にですね、小畑さんの話でもあった通り、やっぱり地域にこう本当においしいお酒、おいしいお料理っていうのがある、こういう時代になって、でそれであとですね、今お話しあったようにこうデータ使って最新のことを研究できるというようなこと、この2つがですね、セットになってそれをうまく使える時代っていうのはですね、すごく期待できるんじゃないかなというふうに思います。今までこういろいろですね、こう匠の技だったりですね、いろんなこう、なんだ、古老の知恵とかいろいろ、いろんな知恵があったと思うんですけど、それを
こう今は科学の力、データ分析の力でいろいろ見える化して、まあ、データを蓄積してちゃんとエビデンスを取ってですね、いいことにしていくということができる時代になっていると。で、一方それは無味乾燥なものじゃなくて、日本のいろんな自然とかですね、地域に根ざしたもの、またずっとですね作り上げてきた、また最近はまあその話聞いて、まあ、ずっとですね、あのずっと美味しいお酒だったと思うんですけど、最近のね、例えば、時の話だったり地域の話だったり地域のお米で作ったりというね、新しい動きっていうのがこうあって、日本の良さを生かしながらですね、日本の食で健康にしていくっていうことがこうできる、今こういい時代なんで、これを生かさない手はないなというふうに今日思いました。本当にこうそれをですね、我々どうやってみんなお手伝いしていくか、こう伝統的な話と最先端の話っていうのは実は裏腹ですごくこ う, うまくマッチングさせられるっていうのをですね、どういうふうにお手伝いしていくのかっていうのを考えなくちゃいけないなというふうに思っています。もしすみません、末時間なの、ユーザーのデータの見える化っていうのお話がありましたけれども、実際にあのユーザーの方のサービスを利用する動機だったり年代によって何かこう変化とか違いとかがあるものでしょうか。そうですね、まあ、動機面はやっぱりいろいろあってですね、根本的にはまず何を食べていいかわからないっていうところがすごく不安なので、これは病院に行ってらっしゃる方もなかなかそこまで細かいところにまあ、サポートしてくださらない。結局そのこういう栄養バランスがいいよと言われても実際の料理をする瞬間手は止まっちゃうんですね。なのでそこの手が止まらないように家庭の一番、私たちはレシピという翻訳をしていくんですけども、レシピというのがもともとラテン語であの処方箋っていう意味なんですね。で今でもその薬剤師さん RP レシピって書きますけども、まあ、お薬みたいなもんで、ね、まあ、それをおいしいお薬という形でレシピに落とし込んでいるんですが、まあ、この通り作れればまずは自分の食事は安全です、安心できますよという話だと思います。やっぱりあの若い方から高齢の方もいらっしゃいますけど、いろんな、まあ、ストーリーがありまして、例えば、まあ、高齢のお父さんのために、食事を作るっていう、まあ息子さん娘さんもいますし、結構感動したのが、まあ、遠くに離れているお父さんがいらっしゃって自分で料理をして凍らせて送っていただいてるんですね。ですごくやっぱ愛情があってですね、こ食べさせてあげたいっていう気持ちの愛の深さというのは、まあ、料理は愛と言いますけど、私も結構こういうサービスすごく強いなと思いました。そういったものを伝えていきたいなと思います。年代によっては特徴とかあったりしますか？そうですね、あの、まあ、年代ともともとの、その悩みですね、うん、の、まあ、結構あのによってまた変わってくるんですけども、あの年配の方の方のがやっぱり手軽な身近な料理が好きだなというのもあります。若い方だと少し工夫してくれるっていうのはありますね。自分の悩みをそうやってアプリを通して身近にこうやって調べてお料理を作れるっていうのはすごく健康につながって、またあの料理するのが楽しくなったり自分の健康を肌でこう実感できるきっかけとなりますよね。そうですね、あのそうやっていただいていただくと嬉しいんですが、やっぱりその年をとっても、まあ、病気になっても、まあ、もちろん健康な状態で予防したい時、あとはお子さんが生まれて育児で大変な時でも暮らしはやっぱり良かったなというか、美味しいものを食べて幸せだったなという社会を作っていきたいと思っていますので、まずは健康が一番ベースなんですけども、基本的にはどのような状態であっても前向きな気持ちになってもらえるようなサービスを作っていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。前向きな気持ちといえば南部代表 の, あの映像を拝見させていただいて2週間取り組まれたということですけれども、実際に2週間取り組まれてから現在に至るまでは何かご自身の変化とございましたでしょうか？すごくありましたね。まずね、僕は今回 の, その何が一番勉強になったかというと、自分の健康に対する考え方が全く変わった。いいのかと。もう一つはね、あのすぐに僕は惑わされるんですよ。これ食べたらいいよとか、ね、これ食べたらダメよとか。そうですよね。何が本当か、何か正解か不正解か分からなくなって。そうなんですよね。その度ごとにあの食べたりやめたり食べたりやめたりするんです。今回その原因というものを、もっと言えば自分の不安というものに対して、もっと言えばその、まあ、脅威的で、脅威って言っておかしいですよね、その無知から来るその、不安とかそれから心配とか、これをね勉強することによって、糖尿病って何からどうなってるんだろうとか、動脈硬化とか心筋梗塞だとかアトピーだとかいろいろ聞くけれども、
毛細血管との関係は何なのとか、これを2週間学んだことによって結果継続的に自分のライフスタイルが変わった、位置づけられたっていうのが大きいですよね。だから一時80を超えてこれもダメだわ、僕も糖尿病親父と同じようになるなとこう不安があったんですけれども、でも帰ってきて73になって今もずっと73を維持してるんですよね、うん、ということは知識っていうか無知から解放されて、その知識がその継続的にサステナブルなそのライフスタイルをこう位置づけたというか、そうさせてくれたと僕は思っております。だから僕はすごく学ぶっていう知識をつけるってことは継続的にライフスタイルを維持するためになくてはならないものと思ってます。そうですよね、健康が大事、食が大事っていうのは皆さん分かってると思うんですけども、無知がゆえに何から始めていいか分からないっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですね。先生、そういった時はまずこう簡単に、例えばお子様から大人の方まで多くの方が今日ご覧になっていると思うんですけれども、何か簡単な始めの第一歩みたいな実践できることってあったりするんでしょうか。日本は子供の頃から神様に感謝をしておりまして、私も子供の頃に神棚にまず米とお水とお酒を、それからまあ果物を捧げて感謝の念を持って、そして生かされていること、その後に今いただきますとしていました。やはりその子供たちに知ってほしいのは人への感謝、特にその食べ物を作ってくださる農業者への感謝、お母さんも料理を作ってくださるし、シェフの方も作ってくださる。で、まあ、簡単にできることはその子が好きなものをお友達や大人の人に教えてあげることではないですか。で、その時にそれを知ったお友達や大人の人がこの食べ物は美味しいと思った瞬間に幸せになるわけでございまして、その空間は一瞬でですね、幸せに満ち溢れた空間になるわけで、そういった、自分の好きなことを人に伝えてあげるということから始めたらいかがでしょうか。まずは好きなことから第一歩、そして心が幸せを感じるということですね。幸せといえば小畑様、先ほど向上心という話もありましたけれども、実際の小畑様は発酵食品を心がけていらっしゃるということですけれども、発酵食品の最近の認識についてだいぶこう皆さんこう身近関心の高まってきたジャンルかと思いますけれども、そのあたりはいかがでしょうか。そうですね、麹が大変よく売れているというふうに言われております。発酵食品で思うのは、発酵と腐敗っていうのは非常にこう曖昧な境界線で、どこが違うのかというと、美味しいと感じるものが発酵で、体に害になるものが腐敗になるわけですよね。なので意外とこう人間の体は何が自分にとっていいものかというのをちゃんと見極められる力があるんだと思うんです。なんだけれども、一般、日常生活の中で誰もがこう健康にどうしてもどこか不安があると、それが今日お話伺ってて、アプリであったり南部さん の, その、韓国 の, 内容であったり伺っていて、そういうものを、経てその自分の健康は自分でコントロールできると、そういう自信が持てるんじゃないかなと、でその健康を自分でコントロールできるという意識があることが、まさに健康づくりに役立つ、そういうところにつながっていくのかなと思いました。日本酒からもそれを頑張って、日本酒の輸出も伸びたらば、農家さんも喜びますし、財政負担軽減にお役に立てるかもしれないんで頑張りたいと思います。ありがとうございます。事務次官いかがでしょうか。本当にそうだと思います。今小畑さんの話聞きながら、そうですよね、なんか自分で何ができるかっていうことを考える人が増えるっていうことが一番大切で、その手助けをね、みんなでこうどうできるかっていうことだと思います。考えることの手助けをするっていうことと ともに、考えた後行動するときにですね、その美味しくて
いいものっていうのが日本に満ちているようなこう風にしていくっていうのが大切だなというふうに思いました。日本にいいものいっぱいあるんで、それをまだまだこう生かしきっていないというふうに思うんですね。直近でもあれですよね、やっぱり日本ってこうちょっと今暖冬なんで豊作なんですけど、野菜すごく取れていて、今の日本人だったらあと野菜2割多く食べてですね、こう健康が増すんですけど、2割多く食べてくれなくて余ってて値段がぐっと下がってるとかね、こうそういうこともありますし、あとは今の時点っていうのは学校お休みしてるんですけど、学校お休みしてると牛乳がぐっと1割ぐらい消費が減っているんですね。そうすると、牛っていうのは止めたりこうできないんで、今こう牛乳が余って大変だとかいうことで、それは我々いろんな対策を打つんですけど、こう牛乳を飲むことが大切だっていう、こう癖がついていて、学校で飲まなければ家でも飲んでくれればいいとかですね、いろんなことがこうあって、そういうことをですね、なんかどうしたらいいのかってみんなで考える癖をつけられたらいいと思いますし、私たちはその何がいいかっていうことについて最新の知見っていうかですね、そういうのを教わりながら国としてどういう手助けっていうかね、こう支援をしていったらいいかっていうのを考えたいと思います。あと1点、もう一つ、さっき南部さんが食と文化の話をされてたんですけど、これから食っていうものはその健康ということとともに文化っていうことっていうのはすごく大切だと思っていまして、政府も本当農林水産省と文部科学省に文化庁ってあるんですけど、これから一緒になって食の文化っていう面をね、こうきちんと前に出していく。それによってこう文化としてこうみんながこういろんなことをこう感じて動かしていくっていうことで、それも健康につながることになるんじゃないかなと思ってます。4月からまたそういう組織もですね、作って頑張りたいというふうに思っています。よろしくお願いします。なかなか食についてゆっくりと考えるっていう機会が今までなかったかと思いますね。野菜の2割というのもそれぞれが少し意識をして野菜を多く食べるだとか、その一つの心がけだけで大きく変化、大きな変化につながっていくのかなというふうに感じました。さあ、まだまだお話をたくさん伺いたいところではございますが、皆さんから今日の感想等を伺いたいと思います。新たな時代の食と健康シンポジウムということで、皆様が伝えたいメッセージというのがあれば一言ずつお願いいたします。まずは尾形様、よろしいでしょうか。自己紹介の中でも申し上げましたけれども、おいしいというものがやはり健康に直結する部分が大きいと思っております。おいしいというのはリラックスとかコミュニケーション、豊かさ、いろんな言葉でも表されると思うんですが、そこに日本酒は大いに貢献できるというふうに思っておりますので、これからその皆さんの健康に日本酒業界からもいろいろと知恵を出して頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。続きまして、野尻様お願いいたします。私たち人間は生き物ですから、結局、食べないとですね、当たり前です生きていけないと。で、食べ物を美味しくするというのはまさに生きる知恵そのものかなというふうに思っています。それが社会が変わっていって食べ過ぎていったりとか、食べられないものが増えてしまうと、いろんなことがあったりするんですけども、私たちの方は、テクノロジーを使って、誰も自分に合った、食事を食べられるような世界を作っていきたいなというふうに思っています。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして中川先生お願いいたします。それではスライドの11枚目を映していただいてよろしいですか。最後にこれを見ていただきますと、四隅に緑色で健康寿命、健康企業、健康政府、健康地球と書かれています。私たちはこれら4つの実現を果たしていくことがこれからの課題ではないかと思っております。また重要なことは黄色の真ん中の上に書かれております第三者認証ということと、それから左にございます科学、健康科学、技術、情報を使った科学的な根拠と
先ほど申し上げた第三者認証の上で食の安心と安全を確保することが第一であります。これが世界の人々の願いであると思うわけであります。日本は特に優れた技術、科学技術や第三者認証の仕組みも持っているところでございますので、これを進めていくことが重要ではないでしょうか。国は消費者に第三者認証のマークのあるものを買いましょうということの広報活動を続けております。これを支援するために重要なことは、大企業が中心となって業界の中小零細企業の方々に第三者認証マークを取って、そのマークのついた商品を消費者に買い求めていただくことではないでしょうか。この認証マークのついた商品はそうでないものと比べますと少し割高ではあるんですけれども、食の安全が確保されるわけであります。またこれを推進していくことのためには消費者の協力が不可欠であります。消費者が第三者認証のマークのついた商品を購入したいと思えば、企業は第三者認証のマークを取り、 SDGs で言われている持続的な開発目標が続くことになり、結果として食の安全を確保することができると思うわけであります。消費者が求める健康生活商品を考えた場合に、企業の方々の協力は不可欠であります。企業の方々が製品の企画の段階から第三者認証と科学的な根拠に基づいた製品を開発するということを持っていることがとても重要でありまして、世の中にはそうでない企画に基づいた商品もたくさんあり、それは食の安全が維持できないこともあるからであります。そうすると賢明なる消費者、国民はやはりしっかりした企画の下での企業の製品を入手したいという希望を強く掲げるべきではないでしょうか。今回お話しになりました小畑さんと野次さんは、製品の企画段階から第三者認証と科学的な根拠、健康科学のことを念頭に置かれて商品の開発を進めております。で、お二人の活動は末松事務次官がお話しされたような、日本が持つ都道府県、市区町村などの地域の伝統的な素材の良さを再発見していただいて、そして現代のニーズと合わせた商品開発を小畑さんや野次さんが進めてくださることによって、日本の良さを世界中の人たちに再認識していただくことができる、食の安全を進めることができるのではないでしょうか。これに必要なことは行動変容だと思うのです。その最たる行動変容が必要な方は誰かと言いますと、消費者であり国民だと思います。中央省庁や都道府県、市区町村、社会福祉協会やこういったことに関わる方々が少ない人数でいろいろな課題を解決するための政策や実施を進めてくださっています。国民はもちろんその享受を受けているわけでありますけれども、これを成功させる鍵といいますのは、国民がそれぞれの政策や実施される内容をよく理解し、自らが実施することではないでしょうか。もう一つは小畑さんや野尻さんのような第三者認証や科学的な根拠を持った食の安全を行うことによって、人の幸せを SDGs の掲げる目標を実践するという企業の方々を応援することが重要ではないでしょうか。そういった行動変容が私も含めた消費者、国民に求められているのではないでしょうか。今日は皆様方のお話を伺って非常に共感したことは、私も患者さんを見るときに患者さんに説明するのは、あなたの病気の原因をまず探りましょう。病気を治すのは薬ではないんですよ。ただし細菌感染や外科的処置が必要な場合はこういったことが第一選択となりますけれども、本当にあなたの健康を改善するのは、それはあなたの口から取り入れられる食べ物に興味を持ち、それを自分のライフステージとライフスタイルの中でどのように取り入れていくかの行動変容をきちっとできるかどうかにかかってくるのではないかと思いました。
もう一つ近未来のこのスライドを見ていただきますと、農林水産が行われているようなインターネットやいろいろな購買する媒体がもう日本国内だけではなく世界中に一気に広まってきました。つまりこの活動を今日本の優れた伝統的なもの、精進料理や和食といったようなもの、発酵食品といったような良さをきちっと世界に自信を持って発信することによって、世界の国々の政府や世界の人々が日本の文化としっかりした礎のもとに現代の健康な社会が日本において培われているということを本当に理解していただけるのではないでしょうか。そういう意味では何度も申し上げる行動変容ということをみんなで築き上げていき、健康寿命、健康企業、健康政府、そして最後は全ての世界の人々の方々の健康地球というのがを目指して協力していくことではないかと強く思いました。信川先生ありがとうございました。続きまして南部代表お願いいたします。食と健康、はい、健康食といえばその心は精進料理であり、精進料理を日本のプライド、この和食を見直しましょうというのが僕の答えです。ありがとうございます。さあそれでは最後に今日のシンポジウムに関しまして末松次官から私とお言葉をいただきたいと思います。ありがとうございました。これからいろいろなこう研究っていうかですね、検討を進めてい、きたいと思います。でそれは、我々農林水産省、それから政府全体、他の厚生労働省ですかね、経済産業省ですか、いろんな役所で、知恵を出し合いながら政府としていろんなことをしたいと思ってますが、結局その知恵はここに今日お話しいただいたこと、それから今日講演いただいた渡辺先生とかですね、いろいろ講演いただきましたが、そういうこう知見をですね元に新しいこう考え方をにちゃんと政府がですね追いついて、それをちゃんと実行できるようにしていきたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。本日のシンポジウムを通じ、未来に向けて食について改めて考えるきっかけができ、そして皆様の実践取り組みがさらに一歩踏み出す後押しとなれば幸いでございます。本日はお忙しい中、皆様どうもありがとうございました。